木地氏は木の国の国人衆。日本の士族の一つ。坂の上の田村麻呂の流れを組み、南北朝時代に活躍した坂上陰清を祖とする。巨城は鎌倉時代に築城した畑山城、ついで室町時代前期に築城した銭坂榊がある。陰清は鎌倉時代末期の糸軍事として、現行の乱に倒幕軍として戦った。 楠木正重の妹を妻にめとっていた関係からだと思われる。隣の墨田氏は幕府方であったため、たびたび激戦を繰り広げた。鎌倉幕府滅亡後は、五代醐天皇に従って、南朝方となるが、1336年、摂津国港川で、足利高氏の軍勢を楠木正重らと共に迎え撃って打ち死にした。その後、 安清森住雅と続いて南北朝時代は終結を迎え南朝方に属した肘氏は一時没落する。ますます清のことし住は畠山氏に属して愛賀省を幕府より賜って家を復興させるが戦国時代に至って家徳騒動が起こり衰退の一途を見せ、吉清の第二畠山氏が滅亡すると織田信長 ついで、豊臣秀吉に仕えて辛くも家を保ったが、関ヶ原の戦いで西軍に属してち死にし、家は海域となった。一族は機能し、昨国清水村に移住したと言われる。記事し、藩霊一構成の都合で、出生順より組み替え。二中住以降の経図の出典元は、貴族風土記付録。三院家、春尾、変、則武竹祐一、他、 木の国荘園の世界下館、清文堂、2002年2月20日、1から22ページ。ISBN4 から792404916。ありがとうございます。